てはエリアの話題をお伝えします。わがまちレポートのコーナーです。今日も2本お送りしていきます。それではラインナップこちらです。どうぞ。まず1本目、よってんプラザ移転オープニングセレモニーが行われました。そして第21回山本アートスタジオ教室展をお送りしていきます。それでは早速どうぞ。若草通りにあるよってんプラザの移転を記念したオープニングセレモニーが開かれ、関係者や園児などおよそ30人が参加しました。宮崎市の情報発信とコミュニティ強化のために設置されたよってんプラザの式典では、戸敷忠志宮崎市長が若草通り活性化のために頑張ってくださいとご挨拶しました。その後園児も加わってテープカットが行われ、式典は無事に終了いたしました。ちょっとでもわからないことがあれば、まあ、気軽に何でも聞いていただきたいなっていう、宮崎市の情報発信と、まあ、子どもの遊び場っていう、その2つになってます。1階スペースには情報発信の一つとして宮崎キャンプを行っているプロ野球チームのユニフォームなどが展示されているほか、子どもたちが遊べるように電車のおもちゃなどが準備されています。また保護者同伴で利用できる休憩スペースや、障害のある人でも利用しやすいようにと、間取りの広い多目的トイレも設置されています。よってんプラザは無料で利用することができます。買い物に出かけた際など、いろいろな機会に活用してみてはいかがでしょうか。現在宮崎県立美術館県民ギャラリーで第21回山本アートスタジオ教室展が開かれており、会場には絵画教室に通う生徒78人の作品180点が展示されています。デッサンや水彩画、アクリル画など、この1年間で生徒たちが描き上げた個性豊かな作品が並び、初日のこの日も多くの人が鑑賞をしていました。人性格がそれぞれあるように、一人一人やっぱり違う作品でないとおかしいっていうのがうちのスタジオの考え方なんで、同じ絵っていうのは一つもないですよね。だから一人一人が独創性を持って作品を作っていくという、そういう趣旨でみんな絵描いてる。見どころとしてはいろんな面白いものがいっぱいあって、遊園地的な楽しさがあると思いますけど、こちらの作品は小学校低学年の児童が制作した粘土の造形。ビール瓶やパンダなど手を使って立体感を学ぶことで、絵を描くときに物を立体的に捉える力が身につくといいます。またこちらは宮崎市在住の90歳の方が描いたアクリル画、木立という作品名で、柔らかな木漏れ日が表現された癒しの風景が描かれています。他にも4月から新設された講座 CG アートのコーナーでは、作品に加えて制作過程なども展示されています。山本アートスタジオ教室展は4月12日日曜日まで開かれています。生徒たちの力作を見に、皆さんもお出かけになってみませんか。すごいですね。たくさんの180点すごいね展示されてるということなんですけど、すごいちっちゃい子からおじいさんもおばあちゃんまで、そうなんですよ。小学校1年生から90歳の方まで、さまざまなジャンル、そして幅広く展示されてるということなので、いろんなのをこうまた感じれるんじゃないかなと。なんか刺激し合いそうですね、いろんな世代がいると。で、あの一緒にあの絵を学んでいるらしいんですね、そのお子さんから大人の方まで。だからこそお互いに刺激し合える。なるほどね。教室でも一緒らしいです。そしてよってんプラザなんですけど、はい、あの向かい側なんですね、もともとの場所は。だけど広さ的に言うと5倍ぐらい広いというので、なんかいろんな方がやっぱ使えるし、休憩もできるし、まあ、基本的に年中無休で午前11時から午後6時まで営業されているということで、まあ、4階建てになってまして、2階上はこれからまたいろいろ計画があるみたいですよ。無料で気軽にこう寄れるっていうのはいいですよね、情報がもらえて。あとお子さんが遊べるスペースがあると、お母さんたちもね、買い物の間とかやっぱちょっと休憩フットできますよね。ぜひね、ああやって また若草通りが盛り上がりますよね。はい、わがまちレポート2本お送りしました。では CM の後はレッツジェリーフィッシュ。初めてした。英語の勉強ですよ皆さん。 Yes, I do. Yes.